隣の男の子。矢吹東吾、よろしくっす。なんだろう。ああ、どこでもすぐ寝れること。前に軽音部の練習中に部室で居眠りしたことあって、あんなうるさいのによく寝れるなって驚かれた。あと作詞作曲と編曲できるっす。もともとこの一軒家に住んでた文明さんが俺の叔父で、東京の高校に進学したタイミングで一緒に住み出したのがこのシェアハウスの始まりだったんすよね。勉強でわからないとこがあってもみんなにすぐ聞けて助かってます。今はゴミ捨てだけ。夏石がほとんどの家事やってくれてるから。でも少しずついろいろできるようになりたい。ああ、この前夏石にチャーハンの作り方と冷凍餃子の焼き方を教わったから、それは作れる。筋トレかな。イヤホンで英語のリスニングしながらやってる。寒いとこと長距離走るのは苦手っすね。学校のマラソン大会が近くなるとてるてる坊主作って窓んとこに逆さに吊るすんす。そのくらい嫌い。俺受験生だからって気使われること多いけど、そんなの全然気にしなくていいんで、仲良くしてもらえたら嬉しいっす。人気イラストレーターミリグラムが送る話題の男の子シリーズがドラマ CD 化。ミリグラム原案、監修によるオリジナルシナリオで綴られる男の子たちとの夢のシェアハウスストーリー。ドラマ CD 隣の男の子、2022年12月15日発売。今あなたの隣にいるのは誰ですか？